こさん。こんにちは。こんにちは。飛び出してましたけど、どうしたんですか。ちょっと曲がれなくなりました。もうまっすぐ来てましたね。ちょっと諦めちゃいました。ちょっとコブの形状がね、今日のコブはすごく細かいね。もう一回ついていけないね。ついていけなかったですね。もう最後まっすぐ来ちゃった。途中ちょっと頑張ったんですよね、うん、なら最後まで今日はこの、そうですね、細かいコブを滑れる、はい、完走できるようにちょっとハウツーして練習しましょう、はい、教えてください。ウィッ。改めましてエリです。こんにちは。こんにちは。今ね、花子さんに細かいコブを滑ってもらったんですけど、はい、はい、案の定発射しちゃいましたね。しちゃいましたね。原因としては、はい、原因としては足が開いていて、はい、コントロールできず、はい、体が遅れ、はい、もうまっすぐ行っちゃう、あーってなりましたね、最後ので、はい、そこを改善していきましょう。はい、どうしたらいいですか。ストップついて、はい、こう体が遅れると絶対にね、細かいのは無理なんで、やっぱ状態のキープ、キープ、はい、とストックのつく手の場所、手の場所、手の場所、引かない、ハンドの場所をキープすることがポイントかなと思うので、はい、ちょっとそれで滑ってみたいと思います。わ、はい、かりました。お願いします。はい、レッツゴー。細かいコブで発射してしまう原因としては、はい、うん、スピードコントロールが不可能になって、そうなんです、出てってしまうってケースが多いかなと思うので、はい、細かいコブの中でスピードコントロールするってのも技術の一つですね、はい、そんなことできるんですか。そんなことはできます。エリ的には、はい、コブの越えてこう一番急斜面のところ、うん、にしっかりトップを当てて、うん、ここでコントロールする、スピードのこのボトムでドンでコントロールするっていうよりは、うん、ここのコブの一番急なところで削って、うん、斜面、雪面をトップでギュンって削ってコントロールすると、うん、スピードがコントロールできるポイントの一つです。なるほど。でもなんかドンの連続なんですよね。ドンの連続で最後もどん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 テールでもどん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 って感じになってスピードオーバーになっちゃうんですね。最初は多分ちょっとできてるってことですよね、うんうん、そう、トップからしっかりターンができるんですけど、うん、もう最後はスピードが乗ってくると不可能な後ろになる。そうなんですよ。どんどんどんとテールで当てるだけ、はい、ターンできなくてウェーブみたいになっちゃう、うん、って感じなので、しっかりコブの中でもねターンできるといいですね、はい、そのためには、トップをしっかり当てて、はい、ギュンとターンする。トップをしっかり当てて当てる、下げ る, る、そう、トップを先落とし、うん、するイメージを、意識を持つといいかなと思うので、はい、そのイメージで滑ってみましょう、はい、はい、ありがとうございます。見てましたか。
そんなに上の4コブぐらいはいけてましたよ、はい、ちょっと最後まではいけなかったですね、はい、もうちょっとスピードコントロールしていきましょう、はい、やばいやばいやばい、もうあるのかないのかもう最後あるのかないのかもう分かんない、もうなかったです。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。いやーやばかったね、細かかったっすね、はい、まあ細かいコブこそしっかり上半身の安定とスピードコントロール、うん、はい、ね、後ろにならないようにしっかりトップもね使えると、そうですね、はい、細かいコブも完走できるんでないかと思います、はい、頑張ります、はい、頑張りましょう、はい、ではまた来シーズンに向けてって人もいるかな、はい、そうですね、まだガッサンとか滑れますからね、ぜひ行ってみてください、はい、行ってみたいです、はい、See you. では See you.